皆さんこんにちは。こんにちは。リーピンフォーチャンネル村田です。高谷です。はい、今日はあからさまっすよね。あからさま。だいぶ。もうここにもなんかあって、ここにもこう新しいのがあって。新商品のご紹介、はい、やっと来ました。来ました。夏です。夏といえば何ですか。海。海の色といえばブルー。どうすかこれ。ちょっと水色だ。水色っす。どうすか皆さん。リリーオリジナル T シャツ第3弾。はい。まあ夏ということで、暑くなる前になんとか発売したいと、やっとできました。スティガさんとのコラボ T シャツ第2弾ですね。今回はちょっとポップに、夏だけ着るようじゃないんですけど、そうですね。一個なんか爽やかなやつがあってもいいなと思って。着ててやっぱ涼しそうな。そう。やっぱ おじさんたち、おじさんがいるんですけど。水色ですよ。そしてデザインは、ウェブパトロールというアパレルブランドがあるんですけども、そこのおじさんをちょっと若くして、ワンちゃんと2人でサーフボードの上でラケットを持って卓球をやろうとしているようなイラストがここにワンポイントでついてます。見えます？いやでも思ったよりもかなり爽やかです、これ。はい。これ僕と桜井は相当気に入ってます。気に入ってます。あ、僕見てもらえば爽やかって分かりますよね。ということで、これ、ここにワンポイントと、リリのロゴ。あと、もうおなじみですね。おなじみ JTT へちゃんとつけてます。試合出れます。つけてますので、サイズ感とかは、あの黒い1個マイナス全く一緒です。V ネック。はい。素材も一緒です。だから皆さん、もう購入いただいた方は、サイズに関してはイメージしやすいかなと思うんですけど、いや、女性も男性も絶対可愛いと思いますよ、着たら。これは、どちらでもいけると思いますね。自社の商品だから激推しするのではなく、純粋に結構いいと思います。爽やかですよね。はい。サーフ系って感じしますよね、ちょっと。ね。ちょっといろいろこう、クールなのもあれば、ポップなのもどんどん作っていこうかなと。ちょっとおしゃれにね、やっていきたいなと思うので、皆さんぜひ、ご検討くださいませ。ね。金額は同じです。4700円に送料。そしてですね、今までうち、T シャツ系ばっかあったんですけど、1個小物を作ってみました。 Twitter とか見てる方は分かってると思うんですけど、オリジナルゼッケンピンです。これです。可愛くないですか。あのリリ君、まあ、リリ君あの子の名前ないんですよ。5年間7社なんでみんなリリ君って呼んでるんですけど、あのウサギなのか何なのか分からない、ちょっと得体の知れない子、はい、とうちのロゴ、ロゴマークの2種類ですね、作りました。で、はい、実際これゼッケンつけたらどうなのということで、はい、桜井さんつけております。はい、回り右、そう、左だわ。これね、ちょうどこの感じ、可愛くないですか。これ今一種類ずつこうつけてるんですけど、まあ2つ買えばこうつけられるというねことですよね、うん、見えます。これちょっと編集でアップすると思うんですけど、非常に可愛い、軽いです。本当にゼッケンピン1個の重さとそんなに変わらないです。なのでまあちょっとね、いつもとは違うものをつけてテンション上げて試合に臨むということをしてもらえればなと思います、はい、こちらは1セット2個で、ね、2個で1セットで750円になります。はい。送料が、クリさん、はい、いくらでしたっけ。62円。ミニレターというものに、あのちゃんとプチプチにくるんで発送させていただく予定です。でぜひこれちょっと昨日試しにあの作ってきたんですよ、いっぱい。そしたらちょっと店頭で半分ぐらいなくなってしまって、もうすでに在庫が、はい、なのでちょっと早物勝ちです。なのでぜひ皆さん検討してください、はい。まあ、あまりにも本当にすごかったら多分また入れますけど、はい。そしてこの2つの発売日なんですけれども、明日、はい、4月21日、明日、昼、12時、来た、これ、販売スタートになります。これ前も12時、昼ぐらいでしたよね。そう。すごかったですよね。そう。なので、これも、これも、12時、オンラインショップにて購入いただけるようになりますので、
皆さん、この夏はちょっと今までにはないようなウェアと石鹸ピンをつけて暑い夏の試合を乗り切ってもらえればと思います。リリが大好きな方もぜひ買ってください。はい、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。完全に商品を押していく動画です。そう、押していく。ちなみについさっきライブやってたんですよ、昼間。ちょっと多分もうすぐアップされるんで、すごい無意味なシュールな、はい、何が目的かわからないライブ映像を初めてやってみたので、はい、そちらもぜひちょっと覗いてみてください。大変面白いような出来になっていると思うので見てみてください。まあ、これからもちょっといろんなことやっていきますので、はい、これからもピンポンチャンネルよろしくお願いします。よろしくお願いします。